いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日のお題はこちらです。岩頭商業所、こちらを臨書していきたいと思います。こちらの岩頭商業所、作者は貯水寮です。前回アップロードしました、毛包詩碑、こちらも貯水寮が書いたものです。もしご興味がある方はそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。概要欄の方に、ね、リンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。こちらの岩頭商業所、改称なんですけれども、ですね、ちょっとね特徴を最初に説明していきたいと思います。今日は、書きながらね特徴を説明していけたらなと思いますので、実際に書いて、解説加えてみたいな、そういう流れでやっていきたいと思います。では、まず最初の、特徴なんですけれども、じゃあ実際に書いてみますね。はい、まず最初この大という字なんですけれども、ですね、この細い線と極端に太い線、この右払いの太い線と、非常に対照的な線が引かれています。細い線太い線のこの対比、はっきりと書いている、これがまず特徴です。これ、ね、もっとねもっと太くてもよかったですね、この右払い。はい、そして2つ目です。2つ目はじゃあこの義という字、こちらをね書いていきたいと思います。もう一つ、この含むという字、こちらも書きたいと思います。はい、書き終わりました。2文字書いたんですけれども、この2文字に共通することは、何だかお分かりになりますか？この2文字なんですけれども、最終格、この義という字のこの最後の解放、解放ですね、この線、それから、含むという字は1画目のこの左払い、これが、長めに取られている、これが特徴ですね。普通だったら、まあこの辺でも跳ねちゃっても、解放ここを引いてきたらこの辺で跳ねちゃってもいい感じですよね。含むという字ももうこの辺で終わっててもいいと、バランスがいいかなと思うんですけれども、あえて長く引いてくる、これが、特徴の2つ目です。はい、それでは、3つ目の特徴をちょっと書いてみたいと思います。この字ですね、この字と、もう一文字ね、ちょっと書いてみたいと思います。もう一文字はこれです。
はい、2文字書き終わりました。まずこの剣という字ですね。これの特徴的なのは辺と作りがあるこの字なんですけれども、作りが辺よりかは辺よりか少し下がっている、段がついている感じですね、ここね。それとあとこの地という字、中心をよく見ていただきたいんですが、ここですよね。ということはこの日という字がもうちょっと左に来るとちょうどバランスの取れた地という字になるんですが、あえて日という字を右にずらして書いてバランスを崩している、この辺も特徴ですね。で、貯水量は、貯水量はというかこの岩頭商業場はこのバランスをねあえて崩した字が本当に多いんですよ。なので、その辺をよく見ながら書いていただければと思います。それと、最後にもう一つ、この字を臨書していきたいと思います。はい、最後ねこちら1文字書き終わりました。でこちらの特徴は、まあ多分皆さんもお気づきだと思うんですけど、ここの部分ですよね。この部分がなんかちょっと異常に長く引かれていますよね。まあ、通常こう前半なくてもこの辺から始まって下ろしてくればいいものをあえて長めに書いているというところと、あとですねこの字に限らずちょっとね、私がこの岩頭商業所を臨書していて気がついたというか、思ったことがあるんですけど、ですね、この日という字とか目という字とかここもそうですね、こう、四角で囲まれた部分に多く見られるんですが、まあ、とにかくね四角に囲まれた部分の中の横の角度、横角、こちらね絶対両方の両端の縦書くとくっつかないんですよ。ここ空間が空いてますよね。ここもそうなんですけど、全部どちらの縦書くとも接していない、これもね、特徴の一つだと思います。はい、こんな感じですが、まあ、ちょっとざっくりとね、もっとねいろいろとあるんですよというかあると思います。私が臨書していて、まあ、この辺この辺りは最低限でも注意した方がいいんじゃないかなと思うところを、いくつか挙げてみましたので、どうぞ皆さんも、この岩頭商業所臨書する際は、今の3つ4つぐらいの箇所を、意識して気をつけて臨書していただければと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。